ある者の野望は往々にして他のある者の幸福を打ち砕く。打ち砕かれた幸福、領袖の戦士、馬長と宝徳はそれぞれの思いを胸に葬儀の軍と対。騎乗を落とし、曹操の勢力を駆逐する。卑劣な覇道の従者ども、我が槍を受けよう。ほら、あの世で親父殿が待ってるぜ。それがしは感動から城を攻めるとしよう。我ら一族の無念晴らしてくれる。全力で撃つ。ここから先は行かせない。今のそれがし、気候を越えて進むが務め。も負けてられん。よし、この勢いで一気に敵を蹴散らす。助かり申した。その首もらった。敵を軽んじるなよ。ここは守りだ。我らの攻めの構え、させません。騎乗に接近中とのこと。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったり。我らの攻めの構え、させません。それはしもできたり、一気に押す。長春愛剣山、絶美の武、ご覧あれ。負けねえからな。敵将討ち取ったり。我らも続かねばなるまい。全力で撃つ。伝令、三方への軍が騎乗に接近中。
早々に連なる将はこの俺の槍で撃つ。の米貴様も間質に弓引くか。済むと思うな。敵を軽んじるなよ。ここは守りだ。全力で撃つ。あまり思わしくないの。敵ながら見るぞ。Yeah, yeah, yeah!
痛み、貴様で早々に教えよう。逆恨みか、めんどくせえが潰す。してくれるわ。父上の恨み、無念、今日ここで晴らす。取ったり。
代償首もらった。寄せられたな。敵の攻撃に備え守りを固める。全力で撃つ。打ち取ったり。戦の勝敗決める時ではないか。清涼の錦と
曹操の総督どもは我らが駆逐した。領州は我らの地、何人にも侵させん。騎乗は制した。この勢いで領州から総義を駆逐せん。馬長殿、それがし、これにて暇をいただきたく思う。何、報徳殿、我ら領州の死の戦いはこれからだぞ。この乱世、郷土よりも大なる者のために戦わねば終わらぬと見た。その大なる義を求め、そのもとにて武を振るわせていただく。浅ましき覇者の手下どもを成敗した。だが戦いの後待っていろ曹操、踏み荒らされた。新しい炎か。